土砂降りです。ずいぶん天気良かったけどね。で、今日は大豆の選別袋詰めを開始しました。こんな感じでやってます。人海作戦。は選別できるけど、結局着色流とかは手でよけるしかないんよね。機械の構造は至って簡単。ここに出た大豆がこの上のベルトの上をグリグリ回って形の変なやつがどんどん上に上がっていってるんですが、これが段階に分かれていて、で最後、ね、小中大という形で選別されます。でこれは規格外、規格外の大豆という形で選別していきます。どうや、綺麗、市販が多いですね。どんなが多い？市販紫色の。ああ、なるほどな。これが多いと思います。消毒したもんね。はい、うん。じゃあ今から私は徳の幼稚園に食育授業に行きます。午後は野々市小学校で、もみすり授業です。完全手作業。うまくいっかな。しかし雨すごい。おはようございます。急ぎ急ぎ、はい、準備万端。あ、入ったね、はい。今のはなかったことにしろよ。来た？待てね。もうちょっとです。もうちょっとな、待っとるわ。はい、今日は今から林農産さんの林社長さんを迎えて、今から食育の補助をしていくところ。みんなで動きます。はい。はい。はい。どうも。皆さんご協力ありがとうございます。じゃあ改めておはようございます。おはようございます。今日ね、この前お米作り頑張ってやったよね。うん、そしたら今日はみんなと食べ物のお話を林さん今から3つするから、みんなで聞いてほしいんですね。じゃあさ、今日林さんこんな格好してるけど、これ何？お餅？お餅だけどなんていうの？正月のお餅。その正月の餅なんていうの？しーん、まずいぞ。これこれほら、これお正月に飾ったら、これみかん乗ってるやつ、鏡餅。偉い、セーフ。鏡餅ね。じゃあ林さんの後ろに何て書いてある？これはい、社長。そう、林さんね、野々市でお米とお餅を作る会社の社長さんをやってます。知ってました？知ってんの？知らない。ね、で、ね、知ってる。ね、そしたら今日はみんなにその食べ物の話を3つしますから、林さん質問とかなぞなぞするけど答えてくれますか？はーい。よし。今から出すお野菜を空中に育つお野菜と地面の中に育つお野菜で分けてください。そしたらね、空中に育つっていう野菜は指上で、地面の中は指下で刺してください。だから行くよ。まずね、ナスビ、どっち？え、下がいる。白山市ではこれがなってんの、こうやって。大丈夫？上？上ダメ？上、あ、よかった。危ない、なんかちょっと危ないぞ今日は。分けました、ね、
そしたらこの空中の野菜っていつ頃取れるか知ってる？夏。そう、夏暑い時に取れるんだよね。でこの大根さんとかごぼうさんとか地面の中の野菜っていつ頃か知ってる？冬。よく知ってるね。そうでさ、この地面の中の冬取れる地面の中の野菜って食べると体を温めてくれるって知ってた？知ってた？知らない人もいるよね。体温めてくれるんだよ。で次、空中のお野菜、夏の暑い時に取れる空中のお野菜食べると体を冷やしてくれます。冷やす、ね、冷たくなるね。ね、暑い時に食べると体を冷やしてくれますね。そしたらね、今から夏のお野菜を使ったおかずをみんな答えてみてください。はい、君。大根汁？大根汁。はい、ほら、いっぱい出ました。で、ありがとうね。おいしいもん食べてるね。ね、そしたらさ、お母さんがさ、間違えて夏の暑い時に毎日毎日熱々のおでんを出してくれました。どうなると思う？暑いで済むか？熱中症になるよね。ねえ、暑い時に地面の中の野菜ばっかり食べてたら、美味しいからって食べてたら暑くて熱中症になっちゃうよね。じゃあさ、これから寒くなるよね。またお母さんが間違えて毎日毎日ヒヤヒヤのサラダを毎日毎日サラダだけやとな食べたらどうなると思う？風邪ひく。ねえ、お熱出るよね。ね、そしたらさ、みんなに聞くよ。ピーマン嫌いな子、おお、いる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 、あーいるいる、あー出して。はい、次、トマト嫌いな子、おお、いる、あ、少ないな、さすが白山市は少ない。はいはいはい。でだからみんな、これから寒くなるからお家でね、地面の中のお野菜をたくさん食べてくださいね。それで冬が過ぎてまた暑くなったらね、ピーマンとトマト嫌いだと言わずにね、空中の野菜をたくさん食べて体を冷やして熱中症とかにならないように頑張ってください。わかったね。はい、よかったよかった。さて2つ目のお話、ここであるものを出します。あるもの、はい、これを今みんなに配るから、触ったり匂い嗅いでもいいけど食べちゃダメよ、ね、なんだろうな、これは何でしょうか。はい、分かったって言っとったら、はい、どうぞ。ブー。はい、ウサギの餌、ウサギより大きい。はい、もっとでかい。はい、どうより小さい。どうより小さいよ。はい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 、泳がない、泳がない。はい、飛ばない、飛ばない、泳がない、飛ばない。はい、そんな足速くない。はい、あ、だ、はい、ペンギンは水族館、水族館にもいない。ちょっと待って、危ないぞ。徳の幼稚園20年来てるけど答え出なかったことはないよ、今まで。だいぶ焦ってきました。そろそろ、はいはい、ハムスターよりでかい。はい、カメみたいな甲羅ない。はい、
飛ばないけど、鶏じゃないけど、だいぶ近づいてきたよ。近づいてきたよ。はい、豚近づいてきた。はい、じゃあこっちから。はい、近い。はい、下がった。はい、はい、はい、あ、離れた。はい、近、離れた。あ、さっきいいとこまで行ったのにひよこで終わってしまったじゃあ、はい、え、ブブブ、猿じゃない。はい、泳がないって言ったよ。あ、はい、答え、はい、正解。よっしゃ、イエーイ、えらい、君はえらい。牛の餌だよ、牛の餌。なんでひよこ行っちゃうのよ。してほしいかって言ったら、みんなマスクしてるからできないけど、歯をニンってするとお犬さんの歯が4本生えてますね。お犬さんの歯4本分でお肉食べて、前歯8本あるから、それでお野菜食べて、で奥歯16本とか10本大人になったら生えるから、それでご飯とかパンを食べてください。わかった？うん。お肉ばっかり食べてたらライオンさんみたいになるよ。ですからね、お犬さんの歯4本分お肉食べて、次お野菜も8本分食べて、次ご飯とかパンも16本18本20本の奥歯でみんなで食べてください。そしたらみんな元気で健康になれるからね。わかりました、ね、はい、よかった、牛出てよかった。はい、3つ目の話が一番大事。今から出すお野菜を偽物と本物で分けます。偽物と本物、こっちの方がいいかな。いくぞ、じゃら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 。トマト、どっち本物？ん？こっちか。え、若干違う子がいるよ。どっち？こっち？こっちか。あ、よかった。そうなんだよね。ね、プラスチックは食べられないんだよな。で、本物は食べられるんだよね。ね、そうしたら、なぞなぞ。いくぞ。本物にあって、偽物にないものなんだ。はい、手挙げて。はい。はい。土、はい、土もそう。はい。土だけ。どうぞ。何？葉っぱ。葉っぱ。さあね、葉っぱついてるね、本物には。他？葉っぱと土だけ。はいはい。太陽。まあそうやね。太陽にで育つよね。はいはい。それだけ？本物に何入ってんの？はい。水も入ってる。そう、こっちカラッカラ。はい。中身、そう、これ空っぽ。はい。中身だけなの？中身何入ってんの？中身何入ってんの？はい。種出た。種が、もう種、はい。ああ、ちょっとまずいな。ヒント言うぞ。ヒント言うぞ。ね、種まで出た。水分まで出た。中身も出た。ね、味も出たけど、種。巻くとどうなる？はあ、それはなんでかな？はい。大きくなるのはなんでかな？はい、ああ、はい。そうしたらさ、超超大ヒント言うよ。はい、じゃあちょっと待って、聞いて。超大ヒント。
本物にあって偽物にないもの、ね、これは林さんも1個だけ持ってる、みんなも1個だけ持ってる、お母さん方お父さん方も1個持ってる、はい、はい、その1個は何でしょうか。種、はい、種じゃない、はい、種、種じゃない、はい、違う、はい、え、え、もう一回大きなくて、命、命です、正解はい、そうなんだよ、みんな本物には命があるから食べられるの、ね、プラスチックには命ないから食べたら死んじゃうよ ね、 ね、だからみんなご飯食べるときなんて言ってますか。あれはね、命をいただいてありがとうございますという感謝の言葉です、ね、だからこれからみんなご飯を食べるときは、ね、命に感謝してご飯を食べてください。はい、林さんのお話はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、危なかったありがとうございました。はい、どういたしまして、今度お餅つきだね。はい、ありがとうございます。はい、林農産の皆さんへ、いつもお米を育ててくれてありがとうございます。稲刈りや脱穀楽しかったです。お餅つきよろしくお願いします。これからもお仕事頑張ってくださいね。徳の幼稚園年長組より、はい、ありがとう、イエーイ。今から野辺小学校にもみすりの授業に行ってきます。今日車がちょっとないので息子のお嫁さんの車を借りてきます。かっちょいい。はい、野辺小学校へ来ました。ちょっと雨がひどいです こんにちは。すいません。どうぞ。勝手に来ました。どうぞ。すごい。全部潰すのがいいや。先生。これって。一つ入る。数えてください。大変よこれ。君も多いな。これで200ぐらい。まだまだ工作やな。これでどんだけ200。まだまだあるじゃん。やばい、なんか数えてやるわ。数えないんだ、向いてんだ。じゃあ向いて数える。向いて数える。君はそっちなんだ。数えた。うん、今数えて、今数えてる。聞きながら向いてんの。これも多いな。ついて500。500だってさ、これは10束ずつにしてる。はい、頭に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、100。ここで100。まだまだな。これは気が遠くなるな。終わらん、これめくり出してこうすればいい。もう一回見て、ハサミでやってみる。ダメだよ、授業にならない。ここ切って、それでハサミ使った方が早いし、えぐり出せばいい。あ、よいしょ。なるほどな。ちょっと切るんだな。うん。お尻を。結構できた。これだと早くできる。早い早い。何個？何個？20個以上。数えるの？みんな500個ぐらい。え？ここで握り飯。待って、やばい、失敗した。嘘やろ。めっちゃ妻笑って元気だ。なんで笑ったの？早い。握り飯作りたい。早い早い。だいぶ早い。
1400。すごい数。全員で全部先生にもらったからな。1400、70。さあ、今のところチャンピオン。1100。どれでもいい。ちょっと待って、今上位取ってるから。箱におみくず入れて、米を牛乳パックに入れて。米を牛乳パックに。で、君は分かった？なんか、この先っちょの部分こうやって、で、こうやって。早っ！取れめっちゃ早い。この子違う音速で剥いとる。で剥くところがあるんだな。先っちょの何かを使う。で、え、はい、先っちょをつまむの？なんか先っちょのところこうやって取って、先っちょをちぎってもう入れてる。ごめん、あれだ。ごめん、ちょっとゆっくりやってくれる？早くてわかんない、音速すぎて。これちょっと硬いな。じゃあゆっくり、はい、はい、ゆっくり、そこ先っちょちぎって。あ、すげえ。あ、もう取れてる。早くて、スローモーションするわ。彼女手で上手にやっとったよ。なんか先っちょをつまんでピッてやると取れるみたいな。先っぽちぎってこうやって押し出すじゃん。もうそれでやるのかな。なんか薄みで全体的に米切って、半分になった米をまた中に入れればいいだけの話。あ、十分早い、十分早い、十分早い。早い。やり方分かった。先っぽを、あら。もう十分早い、十分早い。お、まあまあ。先っぽピッて、全体的に。持ってきてきた。まあまあまあ、いちくみさんちょっと面白くて、すごい豊作だよ。2000個あるよきっと。すごいすぎる。地獄やだこれ。これどうですか？あ、それもあるわ。すごい。ここ何組だっけ？2組は何 CD やったっけ？ CD もいけとるね。日当たりが重要やったみたいよ。え、でも俺めっちゃ少ない。そう、あんまり囲むとあの日当たり悪くてお米が多すぎ。じゃあと今日あるのは夜の12時ぐらいか。頑張れ。頑張れじゃないよ。林さんはお家帰ってね。先生これ持って帰っていいですか？先生と相談してください。どうすんの？それで潰すの？ここの角っこに。角っこに置いて。ギュッてやって。ああ、爪より皮。はい。なるほど。いけてるね、これも。はいはいはい。終わった。全然終わってない。でも。チャイム鳴ったけど全然もみすり終わってません。ずらー1400台が何人もいる。すごいね。やったね。結局日当たりの勝利やったな。日当たりが良かったって。何も勝負しんと。何も勝負しんと。それは言わない言わない。カットしといてやる。はい、頑張ってもみすりしてね。はい、はい、バイバイ。イエーイ。はい、大豆選別頑張ってますけど、あんだけの大人数でまだこんだけか。時間かかる。ちょっと紫色の粒が多いみたいなので、頑張って手で選別してるので時間かかってるのかな。ちょっと今年はこの紫色、紫斑病が多いです。まあ、見た目は悪くなるけど、別にね、似てしまうと色は消えるんですけど、ね、あんまり多いとね、まあ、頑張って手で寄るしかないかな。ね、うちは大豆用の色彩選別機っていうのがないので、頑張ってやっていきたいと思います。